て、今入ってくる。今持ってるのが一人全部さ。山下さん、音楽切ってよ。土井さんだったり、翔平もそう、川野だってそう。すいません。土井さん、バウル、翔平。山下さん、土井さん、バウル、翔平、菊岡、川野、飯尾、平本、お願いします。カンペ閉めてくれ。カンペ頼むぞ、ライエンボー。オッケー。頼むぞ。オッケー。カミソはセイタロウ。ラララララ。ラララ。カンペ、カンペのいないベルギーなんか俺考えられないからね。ありえないでしょ。カンペがいなくなったら、なんか間が悪いんだけど、間が悪いんだけど、いやね、そうやってコールしてもらったり、そういう枠出してもらったり、思ってるから。こう来るものはもう半端じゃなさすぎて言葉が出てこないんですよね。やりすぎ俺もっとよくないよ今俺。全然よくないから。でもさっきの真ん中で喋るので、もう頑張ったんだけど。じゃあ本音で。俺の時ね、本当だったら選手ちょこちょこっと来て俺のこと助けてくれたらいいですね。そうそうそう。最後まで俺一人みたいな。確かに人付き合い苦手だけど。本当に来ないの。何度も同じになっちゃいますけど、本当に 今本当に率直に思っている気持ちは、あの自分の力っていうのは、まあ、あの正直ここ何年かと思ったのは、まあ、大したもんじゃないんだなって思って、でもなんかこうでみんながいつも応援してくれて、なんかそういうパワーで、まあ、何度かそういうコメントを出したりとか多分してると思うんだけど、ずっと思ってきてることで、みんながなんか俺を本当に走らせてくれてるんだなって、だからもうなんだろう、個人的なちょっと話にはなっちゃうけど、自分の体の一部だと思ってるし、だから多分みんながいなかったら、ね、ほんとしょっぱい多分プレーばっかしてる俺になっちゃうと思うし、こうやって本当に今思えることは、本当にこうやってみんなが俺の体を通して戦ってるんだか分かんない、まあ、ね、俺のこと好き
嫌いはそれぞれ多分あると思う。みんな好きだよ、みんな好きだよ。まあ、いいんだけど、みんな心ある本当に選手たちばっかだから、なんか、俺の体を通して試合やってくれてるのかなって、なんか試合中、すげえ思ったりしたことも、何度も何度もあるし、で、まあ、一番いいのは、俺、やっぱ去年、今年、まだまだクラブは引き続きこう苦しい状況だと思うんだけど、なんかそれでも、ここ数日で、なんか選手側としては、異常なまでにこうヴェルディが好きな選手たちが、例えば仮によそから来た選手でも、なんかこうヴェルディにどっぷりこう使って、もうすごく愛しちゃってる選手っていうのはすごく多くて。多分それはきっとみんなのおかげだと思うし、それも本当に感謝してるし、まあ、だから、この時期、まあ、それぞれチームだけど、それぞれの一人の人として考えれば、それぞれみんなの人生があったりするわけで、なんか俺自身はみんなと一緒にずっとやれたらなって思えるような仲間だったと思うし、まあやっぱこういう時期だから、ね、いろんな結果が個人個人にあったりとかすると思うから、まあでも俺はまあやっぱ去年今年なんかこう何年も前にそのこと考えると、どうなっていくのかな、俺って何なのかなってずっと思ってたし、でもなんか本当にヴェルディが好きで上がってきてこうやって戦えてる、それで俺ら本当にこうやってサポートしてくれる人たちがいる、まあ、だから本当にこういう環境に感謝してるし、まあ、ずっとこういうみんなと戦っていきたいなって思うのが今の俺の気持ちです。なんか長くなっちゃったけど、まあ、結局俺だけになっちゃいましたけど、すいません。選手15って言えば来るよ。みんなだってもうみんなの目がさ、本当はなんか俺じゃなくて、今さっき出た名前の選手なんかこう来てって思ってるペースしてるもんね。そうだ、一番なんか今みたいな声ちょっと悲しい。みんなで呼びます。カモンベルディで呼びましょうか。フォローしてくれて。カモンベルディ。カモンベルディ。カモン。